秘密基地大作戦。はい、申し訳ございませんでした。何の謝罪なの。土屋幸太郎です。土屋幸太郎、申し訳ございませんでした。よろしくお願いします。というわけで、はい、今日はプレッシャーチャレンジ。よし、あのツッチーと周作の夏の陣秋の陣いろいろやってきたじゃない。はい。それの、いつもさ、その場で直接対決してたじゃない、うん。で今回プレッシャーチャレンジを9種目用意してます。うん、で種目を9種目で、この9種目をやった上で最後にあれをもう一回やりたいを入れて全部10種目やっていただこうと思ってます。おお、はい。で 今日はツッチーしか取れません。うん。でその成功率を知らせないまんま白井くんに同じことをやってもらいます。なるほど。で、どっちが勝ったかなの動画を最後に撮ろうと思ってます。おー、じゃあ分かんないわけですね、僕らも。そうです。だからツッチーもいくつ成功したらどれぐらいプレッシャーがかけれるのか分からないまんま、白井くんがいくつ成功するのか分かんないまんまチャレンジしてもらいます。たとえ満点でも向こうもそうなる可能性がある。そうです、そういうことです。まあ、たとえ低くても下回る可能性があるわけです。そういうことです。だから分からないまんま進んでいきます。これは気が抜けないですね。途中で分からないから。そうです。で1種目につきチャレンジは1回です。そして練習は基本的にできません。で、まあ、潜在能力が試されるってことですね。今ここにこう9種目あります。で、この中からツッチーの好きな順番でやってってもらいます。あー、はい。で、なんかよくわかんないのがある。そう、よくわかんない書き方をあえてしてます。はいはい。選んだ時点でこういうことですよを説明します。ああ、なるほど。で道具を使うものは道具を渡して、でこれ渡したら20秒以内に始めてくださいっていうプレッシャーをかけます。はい。よろしいですか。はい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 。というルールでやってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お助けアイテムが2つですね。2つ、はい。1つはインサイド、これは中身。このルール、これの種目を中身教えてくださいが1回使えます。はいはいはい、はい。あとプラクティス、これは1回だけ練習させてあります。おーおー、はいはい。このお助けアイテムは使うタイミングはお任せします。誰かに電話で聞いたりとか。テレフォンはないです。答えを絞ってくれる。そういうあれですね。ハーフハンドハーフもないです。ない、そういうことですね。でもはいはい。では早速チャレンジをしていってもらいたいと思います。ではどれからいきましょうか。なんかワンスローワンキャッチ。ワンスローワンキャッチ、こちらはですね、コイントスってあるじゃん。はい。こう、あの親指でコインをキーンってやって、うんうん、あの手の甲でパチンと、それを一発勝負でやってます。なるほどなるほど。よろしいですか。今100円玉ここに用意してます。はい。で渡してから20秒以内にスタートしてくれる。20秒以内ですね。ではコナミに100円玉そっち運んでもらいます。コナミは画角出てて大丈夫。あ、で、あの手汗が、その土が受け取った時点から20秒です。いいですか。受け取らない。始まらないぞ。よいしょ、よし、いけ、いくぞ。まだまだ全然大丈夫、まだ大丈夫、まだ。はい。残念でした。違うんで、もう一回やるとどうせできんの。うわはい、ワンスローワンキャッチ失敗。やばいな。まだあとね、9種目あるね。あいつ得意そうだな、これ。なんかこういうの、なんか動いてできそうなんだよな。ではセカンドチャレンジ。なんか掴んどきたいな、ここで。エアーダンス。エアーダンス。今からその椅子の上にこのメモ帳を、これを持ってホナミに立ってもらいます。で上からここからホナミに離します。で息はぐしゃってしないでください。もっと高いの、限界まで高い。ここぐらいですか。それで、はい、いいですか。お願いします。エアーダンススタート。
ダメだ。エアーダンス失敗。ダメだ。もう一回やって。はい、打ちひしがれた土田さんですが、サードチャレンジ、まだまだまだ9分の じゃあちょっと端を取った方が有利だろうから一点集中を一点集中ですね。こちらはですね、ほらみその筒を土田さんの足元に。土、ボール何色がいい？黄色。はい、それを自分の、腰のより腰よりも高いところから落として入れてください。それ通るよね。良いですか。はい、では一点集中どうぞ。右目なんだよ多分、利き目が。一点集中失敗。結構難しいよね。むずいこれ。はい、それではフォースチャレンジ。フォースチャレンジ、じゃあそうね、こう来てるから一瞬のひらめき。一瞬のひらめき、こちらはですね、トスバッティングです。野球選手とかの練習である、こう下からポンって投げて、それを打つだけ。これこれね、あ、こういうことね。そういうことです。それをこっちからこうやって投げて、打てたら、当たったら正解。これちゃんとフォームが野球に合ってないと。あ、そのことでも当たったらいいです。これ練習したい。あ、プラクティス使いますね。これ練習したい。じゃあ一球だけ練習します。打てればいい。打てればいい。これは練習です。はい、練習です。いきます。当たったら OK です。そう。どうぞ。いきます。おお。これで成功。それで成功。これで成功ということです。いや、これはじゃあ。はい。では参ります。一瞬のひらめき。どうぞ。いい当たり。一瞬のひらめき成功。あ、これは、あ、なんか安心する。一個うまくいった。一個うまくいったら。では、5回目のチャレンジ。ホップ、ホッパー、ホッペスト。よし、ホップ、ホッパー、ホッペストですね。これでラケットをお願いします。うん、自分で、ボールを、今からこれボールを渡します。はい、そしたら、裏表。あ、これだ。卓球のなんか、これだ。投げて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回やって、キャッチまで。10回やんの ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。パンチ。そうです。いいでしょう。どうぞ。1、2、3。ホップホッパーホッペスト失敗。5回もよかったもんね、土。5回でも無理じゃない。では次のチャレンジ、6個目ですよね。あと3つ残ってる。なんかこの辺はなんかなんとなくわかる。まだ使わないとこ、あ、違う、挟んで投げろ。こちらはですね、ボールを、ゴムボールを使います。これは足元にボールを置きます。足で挟みます。はい、あ、投げます。キャッチします。簡単。え、あ、こういうことなの。そういうことです。一発勝負です。これもうボールもらったら20秒だよ。ちょっと待ってすぐボールを渡そうとするタイプ。え、これちょっとなんかダボっとしてんな。なんかちょっとダボっとしてるな。よし、行く。どうぞ。わあ！惜しい。挟んで投げろ。失敗。プレッシャーをかけたらことごとく失敗するっていうプレッシャーチャレンジのにふさわしい。ありがとうございます。ゲネプロはうまくいく。はい、あと2個かな。これまあ分かりそうね。テンカウント。こちらはですね、棒をさ、ほうきで遊んだりしたじゃん、掃除の場合に。それをこの棒で、はいはいはい、この棒を受け取ってから20秒で返してもらう。
手離して10秒我慢できればチャレンジ成功、うん、はい、どっちの手でバランス取ってもいいです。なるほど、受け取ったら20秒ね。どうぞ。まだある。5、6、7、8、9、成功。よし、エンカウント成功。よし、今3つ2つじゃないか、2つ、はい、2つじゃないかな。はい、次のチャレンジ、どうしようかな。いやー、じゃあ行けばわかるさ。行けばわかるさ。こちらは机を用意します。机が用意される。はい、机が用意されました。そしてこのさっきも使ったこの筒を端っこどこかに、うん、用意してもらいます。で、キワキワに粉にこうやって持ってってもらいます。おう。でそれを逆サイドからボールを転がしまして、ここにストンと入った行けばわかるさ入ったら成功です。なるほど。じゃあホナミにどこの位置に置いておくか、ずっちちょっと ここにしてっていうのを。ここだからね、右手でしょ。だから、ね、こういうとこでいってほしい。こういうとこでいってほしい。はい、すごく慎重にやっております。そうですね、そのボールを掴んでから20秒以内に開始してください。早くしないとホナミがしびれてきちゃうかもしれないからね。行けばわかるさ成功。これ勝ってる気がする。これはね、白井くんうまくいかないと思う。では最後かな。時空をつかめ。時空をつかめ、9種目目ですね。こちらはですね、ない、これはもう、10秒、私ここ隠します。はい。でスタートをしてる、ストップウォッチですね。スタートしてる、これがそれか。そうです、これがそれか。で10秒 0.5前後まで大丈夫です。だから9秒50から10秒50まで大丈夫です。なるほど、なるほど。そうそう。俺はボタンを押すだけでいい。そうです。つっちゃんはボタンを押すだけでいいってことです。では、10秒ぴったりです。目指せ10秒。どうぞ。はい。ほなみちゃん、それ持ってきてください。手応えは？まあまあ。では9秒50から10秒50までがツッチーの成功ラインです。結果は9秒85。チャレンジ成功。よし。結構近いぞ。結構ギリギリ。おーおお、もうほぼ10秒です。すげえすげえ俺では最後はこの中から一番得意なものでも、もう一回チャレンジしたかったものでも大丈夫です。それに再チャレンジして成功したら、それが10種目目です。ポイントになるってことですね。ポイントになるってことです。さあ、いや、これこうできなかったやつをやるのか。いや、これ勝ちに行かない。確実にポイントを取りに行く。確実に行こう、もう。どれにしましょうか。10カウントで。おお、では棒を。頼むぞ。では最後いきます。チャレンジスタート。成功。これ自信があるやつ。これいい。いい棒だ。エンカウント成功。というわけで土屋さんのチャレンジ結果は5個成功ということですね。よしよし。と思ったよりどうだった？いや、前半結構厳しかったね。思ってた種目と違うんだよ。そう、分かりにくくした。名前から、そういうことみたいな。そうですね。それ、まあ私の狙いだったんで、狙い通りありがとうございました。というわけで。これはでも、ちょっと自信ありますよ。白井くんは5いけないんじゃないかと。いかないんじゃないかと。
あでもあのそしてボールコロコロすごかったね。白井くんもこれを選ぶんじゃないか。10種目目ね。10種目目これいくと思う。だから2点は取れる気がする。なるほど。でも他は結構俺のまぐれあたりが効いてるんじゃないかと。そうね、もっと難しいのでプラクティス使えばよかったね。コイントス悔しいな。できる、できるんだよ。あのできるんですよ。分かってる。ではあっち白井くんのチャレンジを待ちたいと思います。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。